塩村彩香むかつくじゃねえんだよな。俺じゃなくて結婚すればいいだろっていう話なんだよ。分かるか、結婚しろ。お前自分のせいだろ。お前俺のせいじゃねえんだよ。お前のせいなんだよ。分かるよ。言ってできないぐらいはのお前実力なんだよ。お前この何年も、もう議員になって何年目なんだよお前。4年だろ。まあその区議会議員入れたらもっとだって10年前に過ぎたんだろ。お前自分の責任だよ。正確に問題があるから結婚できないの。分かる。デフテックのマイクロ、ね、西宮優輝と同じだよ。金があっても結婚できないってのは相当問題があるってことだよ。お前のせいだよ。自分のせいだろ。なあ、誰が何と言おうと、誰に何と悪口なんか言われようと、ね、結婚してできる人間はできるんだから、ね、そんな逆に言われるから逆ね、あこの人は本当に全然違いますとね、あの誠実ですみたいな、ね、だからこそあの応援してくれるみたいな感じで結婚できる。それは男女に限らずね、それはパートナーが、ね、結婚してくれるっていうのは逆にあるからね。そういう苦しい時だからこそ今結婚しますみたいなね、そういうもんだよ、ね、お前なんかもう金も地位もあるんだな、ね、あの、うん、そういう感じだよ。ほんともう西宮優輝、そのマイクロデフテックのね、マイクロ水木有沙ちゃん買おうとしたっつってね、あの売春のね、売春会社買おうとしたっつってテレパシー聞こえてきてるからね、もうやだとか言ってさ、水木有沙ちゃんが言ってたね。ねえ、あれ思って、あれそういう風に言ってたからね、やだ勇気とかってさ、もっとテレパシーが言ってたね。やりてくてと、お前も来るじゃねえか、だからお前逆サイに来ちゃうかもね。あの塩村さんできますかなってさ、あいつなんかすっとぼけてる感じじゃんねえ、くもうあのもう実はもう実はもうもう前言ったって言ってもね、バカだろあれ。もう言われたの、ゆうきに変えますかみたいな。水木有沙ちゃんね、年が近いからかね、1個上からなんかだから、なんかよくねテレパシーしてくれるんですよ。テレパシーで話しかけてくれるんですよ。結構暇とかって言ってた。議員やってもいいよって言ってた。本当はそれ以上ちょっと言ったんだけどね、今は言わねえ、ちょっとシークレットって。